どうも、エルザです。それでは、バイオハザード RE3 やっていきたいと思います。さあ、前回ボスを倒してと、動かないよね、さすがにね。マジか、まだ動くか。やば。あー、刺さったなんとも興味深い。実にいい仕事をしてくれたよ、ミス・バレンタイン。いやー、やばいね。数時間後。ジル。おい、しっかりしろ。なんてかった。タイル、聞こえるか。どうした。ジルが感染した。今から病院に連れて行く。バードの力を借りるしかない。じゃあそこで合流だ。俺が治してやる。辛抱しろ。やばいね、ジルが感染してしまったか。ワクチンを必ず手に入れる。すぐに良くなる。さあ、再びカルロスパートだね。マジか。マジか。それも予想してなかったけど。そっか。今からじゃあパスワードを入手するわ。パスワードと。あれだよね。今から、ワクチンか。バード博士生きてんのかな、そもそもね。いやー、また変なの出てくるんだろうな、こっから先ね。アイテムが使えるわけではないと。ちょっと待った。アイテムって、引き継いでるのかー。アイテムちゃんと取ってればよかった。タイル、バードはどこだ。奥の研究室だろう。無茶するなよ、俺も向かう。了解、先に行ってるぞ。やったね、回復がやたらありますね。あ、これはダメか。今回そういえばジルの方の武器の強化ってあんまないんだよね。ほう。まずは、そうなんだ。相手してる暇ないんだけど、処理ちゃんとしておかないと。
さらに来た。よし、ダブルで、ダブルで、よし、OK かな。はあ、なんだろう、主人公カルロスかっていうぐらい操作してる気はするけど。よし、これで一応あるね、アイテムあるね。レッドハーブか。色がブルーハーブっぽかったけど。あー、嫌な感じだね。お、ピッキングっていうことはその後もあるか。意外と回避行動でどうにかするっていう感じの方がいいのかな。パンチ強いしね。なんか憎らしいな、なんかこいつカセットプレイヤーは何も入ってないと。んー、じゃあどっかで使うはずだな。絶対いけないよね。バード博士、いるか。救助に来た。ドアを開けてくれ。音声データと一致しません。音声認証？くだらない SF で必ず出てくるあれか。ってことは、このカセットプレイヤーを使うのか。そうか、こっちか。組み合わせといて。はぁ、行くか。いるねーいるねー。なんでだ、なんでこっち来ない。なんでそんなに固くなに動かないんだ。一切動かないよね。そういうシューティングゲームをしてるわけではないと思うんだけど。ね、お兄さん。よし。なかなか倒せないね。よし、まずこれ OK、 こっちも OK。 うお、びっくりした。あ、違う違う、あ、もうこれ最後だね。そのアイテム取ろうとしたところに来るのはあかんって。あー、しくったね。にゃろ。はあ、よし。ってことはカードキーもいるってことか。これは。あー、防弾。やっぱ考えられてますな。おー、人形。なんだろうね、ホラーゲームで出てくるぬいぐるみって大体クマだよね。なんか意味あるのかな。まあ、クマのぬいぐるみといえば僕はね。はははは。絶対に進めないホラーゲームがあるからね。うおー。
やめてくれよ、それ全く。いや、なんもないのか、こいつは。はあ、さて。エグジットがあって、でもこっちしか行けないのか。嫌だね。アサルトあんまり使いたくないのもあるんでね。でも特にアイテムもないしな。こっち、おお、あった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 、ハンドガンの弾ありがたい。どっちだろう、正面かな。なんかすっげえ血が。あー、それで中央降りれる。ここも開かない。ここ開く。なんかちょっとデカめの音しない？後で起きるとかのパターンじゃないよね。なんの？あー、絶対嫌だな。開けたくないね。しかもなんかあるし。しかもカードキー。うおー、そんな急に出てくる？あ、いらっしゃい。ちょっと待った、そっちも動く？もうないね。よし。それは避けれないか。やろ。でも、切るしかないんだよな。これ、弾やばくねえか？ちょっとグレネードはね、意地でもちょっと使いたくないんだよね、まだ。それ絶対動くね。よし、クリティカル。あー、手榴弾が手に入った。やっぱちょっと強そうなやついるのかな。これ絶対起きるよね。そしたら、あれ、これだけ？え、何の意味があったんだろう。関係なし。金庫はあるんだけど、こっちではないみたいだね。これは俺じゃ通れない。通れないか。そしたらあとはこっちかな。お、セーフルーム。いやー、助かったー。ボートかね。とりあえずそしたら大量に回復あるんで、
とりあえず回復しちゃって、預け、預け、預けて、さて、さらに探索しますか。結構、なんだろうね。弾切れがというか、アサルトライフルこんな弱いんだっていうぐらいのね、威力なんで、ちょっとそこがショックだね。さ、一曲、まっすぐ行って左か。何も出ない。ここにわざわざ血があるのが嫌なんだけど。うーわー、やばそう。なんで弾があるかな。嫌だねー。これは嫌だねー。あれ？この爪痕って。さて、ID カード以外は持ち出し現金とロッカーに保管してください。あー、鍵は中庭ね。やっぱ途中で中庭に降りるべきだったんだよね。でもなんか、ここ行かないといけないよみたいな雰囲気あったね。一番行きたくねえんだけどな。さあ、ぐるっと。さあ、降りますか。おお、よく怪我しなかったな、今。お、グリップ。ほう、さらに強化された感じか。あー、それいくと。鍵まんま落ちてたな。さて、で、鍵見つけて、ぐるっと回ると、城前ね。はぁ、どうせ出てきそうだな。とりあえず OK。ここ行けないんだよね。そういえば、なんて書いてあったっけ？ロッカーに保管してください。で、ロッカーはどこにある？ナースセンターのところかな。これ金庫だよね。うん、なんかそんな感じだよね。そっち行けないもんね。で、こう行って。ちなみにこれは、そこは通れないね。理念室はロックだもんね。資料室、こっちかな。セーフ。で、こっちは？むしろここは、いや、合ってそう。よし。何も反応がないのが怖いけど、後ろがね。あー、これ嫌だね。こう行って、こう行って、ってことよね。こっちに入ってるっていうあからさまね。でもさ、こう行ってすぐ開けるときさ、真正面に立つ
時開けてこうなるよね。だから多分こっちにいると思うのよ。よし、当たってた。はぁ、開けてみますか。いるかな。いたね。あら、いたけど特にはって感じだね。読みが当たったからそんなにびっくりはしなかったけど。はぁ、ってことは出たら、あれ意外となんともない、ない、なんともない。いい、泣くはないね。なんだこいつ。やばい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 、なんだ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 、いて、動き早すぎ、ぐい。ちょっと待って、何、君のその動き方は何なの。よーし、いてて、何何、どういうこと、どういうこと、どういうこと。はい、なんだこいつは。まあライフは大丈夫そうだけど、カウンターカウンターってか、なんかゴースト・オブ・ツシバみたいな動きになってたな。見切って切るみたいなね。ああいうやつがガンガン出てくるのか。じゃあちょっと回復してだね。確かに動きが結構謎だったね。まあただこれでやっと進める感じだね。まっすぐ行けなくて、突っ切ってナースセンター、あれ、ナースセンター、あれか、金庫があるだけか。そうだよね、戻っ、これは取れなかったもんね。階段降りて下が正解かな。それだったら、こっちの方が楽だね。増えてる。なぜだ、なぜ増えてる。よし、使おう。何の研究してたんだ。お、ハンドガンの弾、アサルトライフルの弾が大量に出てきたね。で、おー、なんかある、いっぱいある、なんかいっぱいあったね。カチャ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 って。まあ大事に持っておこう、この辺りは。あれ？さすがに、いや違うか。あら、アイテム手に入れに来ただけか。そしたら、まっすぐ抜けて、こっちかな？
今のところはどうやって行くんだろうね。で出てきた。ぐるっと回っ、なんかあるね。あら、戻ってきてしまった。あら、完全に俺は道に迷ってるね。そしたらこう行ってここか。あ、いや、音声認識だもんね。上の階のこれか。ここに行かないといけないのか。まあアイテムゲットできたと思えばよしとしましょう。こうだね。いやー、まあでもなんだろうね、ゾンビだから単調みたいな勝手なイメージでいいのかな。そんなことじゃないと思うんだけど、だいぶ動きが独特やったな。あれはカルロスのカウンターだろうね。もうこれで吹っ飛ばして倒すっていう感じなんだろうね。そうね、こう行ってぐるーって回ってまっすぐ行って右やね。で右行ってこの先、いや、そういうわけではないか。あら？どういうことだ？あ、あった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 。お、もう払い箱だね。じゃ、これ捨てといて。あー、めちゃくちゃいるね。あーってことは。これで始末しろと。めっちゃアイテムあるじゃん。おー、ちょっと待った。ちゃ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 、リロードして。よし、オッケー。やばいね、もう慣れてきだして全然びっくりしなくなってきたな。これはちょっと重症化してるね、僕も。麻痺ってるね。で、これはどこにつながる？ああ、中庭に降りれるわけね。おい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 。おお、マジか。あ、一発で生きる。あ、無駄遣いしてしまったな。え？あー、すごい。なんか、一発で倒せたね。どういうことだ？ダメージがわかんない。まあまあ、結果オーライってことで。玉ゲッチュー。で、お、カセットテープ来たね。それをゲットして、レッドハーブが使い道ないんだよね。おお、
抜けますって危な。いやさすがに来ないよね。よし、でこっちか。危なかったね。ここのなんか数すごいことになってるね。まあ破ってくるよね。うーん、そうでしょう。にゃろ。うー、マジか。連続はちょっときついね。よし。ちょっと無駄遣いになってしまったが、これで全部かな。あー、でここも開けれないと。さて、こっちで音声認識だね。なぜ博士のオフィスに軍事関係の書類があったのか知りたいだけです。私は誰だと。生命科学の権威ナサニエルバードだぞ。私は君のように患者の下の世話だけしていればいい看護師とは違うんだ。上層部の人物とのコネがいくつもある。君には想像もつかん様々なプロジェクトについて軍から相談も持ち込まれる。だから余計な詮索をして私の時間を奪うな。はい、申し訳ありません、博士。で、書類の中身は見ていないんだな。はい、言われた通りシュレッダーに。よし、ならばいい。じゃあさっさと患者のクソの始末に戻るんだな。それが君の仕事だろう。私の靴も磨いておき。はい、博士。ピカピカにするのが専門だろう。もう行け。このことは内密にしろ。この博士クソ野郎やな。どんだけス野郎だな。あ、同じこと言ってる。いやー、なかなか余計出たね、さっきのはね。逃げるの大変だったよ。もう食われたけどね。やっぱデッドバイデイライトしてると避ける技術は育つのかな。切に願いたいけどね。お、博士？バード博士。タイレル、バードは死んだ。撃たれてる。マジかよ、ワクチンは？今探してる。PC があるはずだ。それで調べてみろ。ってことは、誰かがバードを殺した感じになるのか。パソコンは見れない。こっちでもない。アサルトライフの弾、なぜ弾がある。これはナサニエル・バードのメールと。至急返信を。グレッグニュースを見ているかな。このままでは例のウイルスが合衆国全土に拡散するだろうと。モーサーの群れが押し寄せると。あ、ワクチンサンプルが一人分だけあるのか。これ誰に送ったんだ。あ、グレッグテスターか。ワクチン開発主任ナサニエル・バードだ。9月29日午後11時。私には時間がない、そう痛感している。これから私が話すことによって全てが白日のもとにさらされ、私の名誉が少しでも回復されることを願う。今この町を襲っている災害の原因は全て生物兵器である T ウイルスの漏洩にある。
そのウイルスを作ったのは私の雇い主アンブレラ社だ。アンブレラは D ウイルスのワクチン開発を私に依頼した。この私のオフィスにサンプルが保管され、地下施設にも備蓄されている。だが上層部の連中は保身のため処分しようとしている。世間に知られたらまずいからだ。さらにウイルスの存在を示す証拠を全て消そうとしている。私はバカではない。私にも身の危険が。それでやられたと。ジルは最初から分かってた。なのに俺を信じてくれた。パンチしたら動くって、昔のゲーム機じゃねえか。普通にもうサンプルっぽいのあるね。さあワクチン、さあこれでジルを助けよう。タイル、ワクチンを見つけた。よし、今そっちに向かってる。気をつけろ。気をつけろ。町の惨状を見てないのか。無事にたどり着けたら奇跡だ。そうだな。うげー、逃げる逃げる逃げる。で逃げよう逃げよう。もう構ってる場合ではない。いて、そんなの君に構ってる場合ではない。よし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 、オッケー。大丈夫だ。ただ一発殴られただけっていう。さあ使おう。おお、なんだ。タイル、一体どうした。ラクーンシティに拡散するウイルスの封じ込めは不可能と判断しました。10月1日に巡航ミサイルでラクーンシティを爆破します。未感染だと判断する市民は直ちに脱出してください。これは試験放送ではありません。繰り返します。1日しかないじゃないか。まだ生存者がいるんだぞ。政府が気にすると思うか。くそ、奴らが来た。ここにいろ、俺が片付ける。武器を調達しないと。外は敵がうじゃうじゃいる。武器の調達か。ってことは、ウェーブ戦そんな感じだね。マジか。とりあえずいらなさそう。あ、これは預けといて。言っても特に準備するものないんだよな。奴らの侵入経路を断つ。バードのシャッターを下ろすぞ。どうやってやるんだ。病院のセキュリティシステムに侵入する。それまで持ちこたえてくれ。おお、おっせえ。いやいや、やばいやばいやばい。これは、C4 ね。やばい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 。うわー、どこそこ来るな。ちょっと待った。てか、溶けて消えてたね。
やべやべやべ、弾が、弾が足りぬ。これ弾、弾はどこから回収すれば。あ、また増えてる。ならば、ならばよ。こんな感じでいいのかな。うわーっと、びっくりしたにゃろう。まさかのダメージなし。てか、しびれてすらなかったね。どうしよっかな。こう、マジか。いや、マジかよ。そのブレーカーどこ。うわー、お前も来たかー。とりあえず、C4 来たい。ちょっと待った。いや、サイドバック分かるよ、サイドバック分かるよ。なんじゃい。武器、はあ、痛い痛い。で、この状態で、よし、どうしようかな。いやー、ちょっと待ってくれて。ブレーカー、ブレーカーどこだ。じゃあこれどこに置けれるんだ。マジか。なんか使えるかなと思ったら使えるわけではない。次こっち。いれ、お前また出るのか。痛い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 。やっと何体。やば、やばいやばいやばい。これ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 、あの爆弾を使って柱を倒せるか。はい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 、倒しますよ。任せろ。ちょっと待った、俺弾ないんだけど。
回避が間に合わないね。にゃろ、やべ、くー、あ、大丈夫そう。助かった助かったの。これもうほぼ僕死んでるのと変わらないんだけど。いや散々だ。だがとにかく終わった。今から戻る。はあ、ワクチンがしっかり効いてる。よかった。どこ行くんだ。やることがある。やることってなんだ。町はもうすぐ爆破される。お前は政府に連絡してくれ。ワクチンを見つけたって時間を稼げ。肝が座ってるな。あーハードいやー結構きつかったね。あれ、タイレルがいない。おお、よかった、無事か。いい知らせだ。すべて終わった。町は安全だ。超目覚めの悪い夢だな。あ、いやーじゃあいいかいいか、今のが夢だったらまだいいね。市民の皆様、ラクーンシティは数時間後にミサイルにより爆破されます。ミサイルはあらゆる生物病原体を根絶します。誰一人生き残れません。10月1日、嘘でしょ、そんなに経ってるの。いや夢はびっくりするよね、いくらなんでも。さあ記念病院、もう最後って感じかな、なんか話の感じ的にはね。おう、ハンドガン、あーバーストかー、バーストですか。バーストね、扱いが難しいんだよね、正直。そうだね。よし。今回はここまでにしましょうか。いやー、第5話ここまでですね。まあ、ライブ見てる方はこのまま引き続きしていきます。いやー、カルロス大活躍だったけど、タイレルいないの見るとね、ちょっとどうなったのか気になるところだけど、まあ次回もしっかりやっていきたいと思います。それでは、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。